ドリブルを武器にイングランドプレミアリーグのディフェンスを蹂躙し、世界的なスターへの階段を着実に登っている三笘薫。今回はそんな三笘にまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。かつて権田修一も所属し、三笘の1個上の学年には板倉滉が、1個下の学年には田中碧が所属していた鷺沼 SC でプレーをしていた幼少時代、夏の合宿後にその思い出を文集にまとめることが恒例となっていましたが、他の子供たちがサッカーのエピソードを書く中、三笘が書いた言葉は、追加割り一番最初に言われて嬉しかった。巷ではイケメンと言われている三笘ですが、小学生時代から女子人気は凄まじいものだったらしく、小学校ですでに三笘のファンクラブが結成されていたらしい。ちなみに三笘の隣人は孤独のグルメでおなじみの松重豊さん。いつも親の帰りを松重さんの家でゲームをしながら待っていたらしい。コンパクトあるな。筑波大のサッカー部時代には部の SNS 活動や催し事に積極的に参加しており、ステージの上で AKB48 の会いたかったという曲に合わせてキレキレのダンスを披露したり、当時 TikTok で流行っていたダンスをノリノリで再現する可愛らしい姿を見せつけていたり、カウカウのネタである飛んでけ脇の匂いをチームメイトと共に全力で再現する体育会系のノリにも完璧に対応していたり、飛んでけ脇の匂い、チームメイトからリフティングの凄技を見せてと言われた際には失敗してしまい、お茶目な可愛い姿を見せたりしていた模様。筑波大学の一員として出場していた天皇杯では、当時大学2年生だった三笘がベガルタ仙台相手に自陣から60メートル以上一人でドリブルで持ち込みゴールを決めるという離れ技を成し遂げ、その怪物の片鱗を見せつける。2020年に筑波大学を卒業し、川崎フロンターレに入団した三笘は、スパサカの11秒チャレンジ、2020シーズン俺のここを見てくれに出演。縦へのドリブル、アイディアのあるプレー、アウトサイドでのパス、狭いエリアでのプレー、そして最後の一つは笑顔、と回答。これはその前に同僚の旗手怜央が出演した際のボケに被せに行ったものであり、お笑いのセンスも一級品らしい。2021シーズンの新体制発表会において、森ひかの新スーツお披露目の中で、営業マンに扮した三笘の全力の演技が面白いと話題になりました。三笘はこの一連の寸劇の中で2億円プランを受注したり、1年目から結果しか出していない、ジャパンを超えてアジアを超えていくと発言していましたが、同年、イングランドプレミアリーグのブライトンへと移籍金4億円での移籍を発表。いつも結果しか出さない三笘がアジアを超えてヨーロッパへと渡り、2億円プランを超える契約を実現した有言実行ぶりが話題になってしまう。ちなみにこの寸劇への出演は前日の夕方に知らされたらしく、ちょっともうやめてくれと思ったんですけど、やるしかないって感じですと後に三笘は語っていましたが、寸劇自体は会場で大受け、ここでもしっかり結果を出してしまう。引退したからってテレビばっかり出てる場合じゃないんですよ。U24日本代表の代表合宿中、ロンドンをしている際に久保建英に股を抜かれてしまう。2021シーズンの写真メーカーにおいて、寝癖がついたままのような髪型で写真を撮影、寝癖姿の三笘が公式記録として保存されてしまう。ヤベッチ FC の名物コーナーデジッチが行くの中で三笘は、制限時間内に砂浜を走り抜けてキューブを獲得するという企画に出演。途中で海へと進路を変更し、そのままいなくなるお決まりのボケを披露、キューブの獲得に失敗してしまう。スパサカの動画内でチームのマスコットフロンタ君の似顔絵を描いた三笘ですが、下手ではないけれど何とも言い難い似顔絵を披露。過去の動画で紹介してきたモドリッチの自画像やデブライネのコンパニーの似顔絵よりクオリティは高いらしい。ちなみにフロンターレ公式サイトでの Q&A では、チームのマスコットであるフロンタ、カブレラ、ワルンタに対しては全て可愛い、これからもよろしくお願いしますという言葉で統一、適当ぶりを見せつける。フロンターレでの試合中、フリーキックで田中碧とともにゴールキーパーからボールを隠す役割をしていた際に、試合中にもかかわらず田中碧にしがみつくイチャイチャぶりを見せつけてしまう。2021年ブライトンへと完全移籍を発表し、労働ビザの問題でベルギーのユニオン・サンジロワーズへとレンタル移籍をした三笘は、チームに合流して初めての練習において1対1でディフェンダーの選手をボコボコにすると、それに怒った選手から報復のタックルを食らってしまったらしい。カタールワールドカップアジア最終予選のオーストラリア戦でワールドカップ出場を決定する主君のゴールを決めた三笘は、試合後のインタビューの際に、小さい頃エスコートフィッツを務め、フロンターレでもプレーを共にしたレジェンド中村健吾からのインタビューの際に、中村が中村健吾と言いますと言うと、ニコニコの笑顔で分かりますと返答してしまう。ちなみに日本代表の中ではゴールを決めた三笘がいつも笑顔を見せないことが話題となっており、三笘はいつも抜群の笑顔を見せている古橋に対して、どうすればいいんですかと相談していたらしい。 We don't care. 2022年田中碧とともに母校を訪れ、子供たちと交流している際に、小学3年生の時リフティングは何回できましたかと聞かれ、40回くらいと回答、田中碧から少なといじられてしまう。さらに田中碧の策略によって小学生からの徹底マークにやった際には、試合中にはいつもドリブルで相手をチンチンにする三笘が小学生からボールをかっさらわれてしまった模様。
同年8月、卓球日本代表の平野美宇と動画で共演をした際にハンデをもらえれば勝てるとして毎回9点以上を先行するハンデをもらって卓球で対決。見事対決に勝利し卓球の才能を見せつけたものの、平野から再びハンデありのリベンジマッチを要求され、1セットも取れず見事なストレート負けをしてしまう。フロンターレ時代から公言していたいつか乗りたい車のベンツの CM に出演。メイキング映像でサングラスをつけた三笘の少しこっぱずかしそうな様子が可愛いと話題に。カタールワールドカップ本戦ではスペイン戦で勝ち越しとなる田中碧のゴールを演出。三笘の折り返しのボールがギリギリピッチ内に残っていたことでゴールが認められた。この一連のシーンは三笘の1ミリと呼ばれ話題になりましたが、三笘が所属するブライトンの公式ツイッターは12月末のサウサンプトン戦での三笘のライン際のプレーを切り取り、前にどこかで見たことがあると投稿するなど、三笘がライン際でプレーするたびにネタにされてしまう。ワールドカップでの主君のゴールを演出した三笘と田中碧、そして板倉や権田も所属したことのある鷺沼 SC の名前は全国へと轟き、入団希望者が10倍へと膨れ上がってしまい、てんてこまいになってしまったらしい。日本時間の元日には同じ日本代表の冨安が所属するアーセナルと対戦。すると試合前に三笘が必死に冨安を探している姿が可愛すぎると話題になってしまう。なお冨安は先発起用ではなかったため、すでにベンチに座っていたらしい。ブルーロックのアプリにも登場している三笘ですが、アプリ内で収録されている三笘の声が大読みすぎる、声も可愛いなどと話題に。ドリブルは得意ですが声優は苦手らしい。成長を止めないよ僕は。棒読みの三笘といえばスポーティービーナウの冒頭に再生される動画でもその棒読みぶりを発揮している模様。ライブナウ、モチナウ、スポーティービーナウ。さらにはブライトンの公式動画で行われた企画、カオルと一緒に誰かを当てようでは、チームメイトが出されたクイズに答える中、はい正しいです、いいえ違いますと三笘が登場。さすがブライトン、三笘の使い方を熟知している。はい正しいです。いつもサッカーの写真ばかりをインスタグラムに投稿する三笘が珍しくお花を買っている写真を投稿すると、日本代表のフロンターレ族たちからコメントが寄せられ、いじられてしまう。2023年の1月に行われたレスター戦ではカットインからファーに巻いた一撃を叩き込むゴラッソを決めると、駆け寄ってきたカイセドに衝突、見事に KO してしまう。何か掴んだ気がする。ちなみにカイセドは三笘のことが大好きであり、断るごとにカイセドの SNS には三笘が登場し、ブライトンの公式動画内では一番速い選手は三笘、一緒に練習したい相手は三笘、誰が一番うまい三笘と答えるなど、カイセドは三笘に続婚らしい。同年1月末に行われた FA カップでのリバプール戦では、左サイドを蹂躙していた三笘に対して相手のディフェンダーコナテが悪質なタックルをかましますが、これに対して三笘は終了間際の勝ち越し点でリベンジ。この一連の流れを切り取った動画が世界中でバズってしまう。満足いく結果かな。なおこの得点シーンでの三笘のキックフェイントにリバプールのディフェンダーだけでなくプレミアリーグのカメラも騙され、三笘が一瞬カメラから消え去ってしまう。ちなみにこのゴール後にも三笘はベンチにいたサルミエントの首根っこを掴んで KO を決め、インスタグラムのストーリーでいじられていた模様。リバプール相手に劇的ゴールを決めた試合後、メディアに対してブライトンのキャプテンであるダンク曰く、三笘が味方でよかった。はい正しいです。さらにはこの試合後、スーパーゴールを決めた三笘の話題がツイッターにおいて日本だけでなく世界中で大盛り上がり、三笘が世界トレンド1位を獲得してしまう。今シーズン3回の対戦をしているリバプール相手に三笘は10回のドリブル成功を記録。その多くが対面する相手ディフェンダーアーノルドをぶち抜いたものであり、 FA カップの試合でも三笘のおもちゃと化していたアーノルドが海外のネット上でもおもちゃにされてしまう。ブライトンで大活躍を見せている三笘がブライトンに加入した際の移籍金が約4億円という破格であったことから、海外のネット上では高額移籍では思うように活躍をできていない選手の移籍金を三笘の顔で表すミームが作成されバズってしまう。さらには三笘がもし日本人でなかったらもっと移籍金が高くなっていたはずだとして、三笘ある、ミト、ハイルミトワイヤーで移籍金が高騰していくミームが作成されてしまう。世界最高峰のリーグであるプレミアリーグにおいて左サイドをドリブルで蹂躙している三笘が卒論でドリブルを研究していたことが話題になると、どこからか三笘の論文のアブストラクトが発掘され、さらに英訳されたものが世界へと拡散されてしまう。イギリスの大手メディアが三笘は3年前まで大学生だったという三笘に関する動画を作成すると、海外のファンから同じリーグのユナイテッドに所属するドリブラーアントニーの画像や動画が寄せられまくってしまう。ブライトンサポーターの YouTuber であるユークリンクスブライトンは、三笘の動画を載せれば日本でバズるということを学んだのか、最近の動画ではタイトルを日本語訳する機能を活用して再生回数を爆乗りさせている模様。世界中の注目を集める三笘の SNS が漁られるようになると、大学時代のツイートをネット民たちが発掘。どんな恥ずかしいツイートがあるのかと期待されていましたが、見つかったツイートはほのぼのするものばかりという拍子抜けな結果になってしまう。三笘がプレミアリーグで活躍をしたことで、韓国では同じプレミアで活躍を続ける同国出身のソン・フンミンとの比較がなされ、プレミアリーグ得点争いの韓日戦だ、三笘はソン・フンミンの相手にもならない、などと議論が過熱しているらしい。
ブライトンのスター選手となった三笘に対して、日本語であなたのシャツをお願いできますかと書かれたボードを掲げた三笘ガールが出現、日本でこれは可愛すぎると話題になってしまう。ボーンマスとの試合では相手ディフェンダーをペナルティーエリア内で転ばせた上に、あられもない姿でディフェンスをさせてしまう。海外で日本人選手が活躍をすると一部の有識者から厳しい意見が寄せられることが多々ありますが、三笘はカットインからのシュートが全然ダメと評されると、レスター戦でカットインからスーパーゴールを決め、三笘はヘディングがダメと言われるとボーンマス戦でヘディングシュートを決めるなど、課題と指摘される点を次々と解決する姿を見せ、ネットで厳しい意見を寄せ続ける有識者を黙らせてしまう。ちなみにこんな三笘がコンプレックスに思っているところは自分の眉毛、なお自分の容姿で気に入っているところも眉毛らしい。いえ、違います。ということで今回は三笘にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。それでは。